はい、良い子のみんな、お相撲は親お蝶のお兄さんエビリンザマサよチェックというわけでございまして、改めましておこんにちはのヘビリンザマスワよ。さあ、ヘビゾウのお待ちどうさま、大相撲今日の親おちょ、この糖尿インポやろちくしょ、この野郎って新年からそういうこと言ってはいけませんって何度言ったらわかるのかしら。お尻にちょうだい、バイヒカワキヨシは休養中というわけでございましてですね、さあ今日もヘビゾウのお待ちどうさま、大相撲今日の親おちょね、ラジオ配信でございます。さあ、何があるのかしら、何があったのかしら、奥様言ってるザマスは、言ってるザマスは、聞いた、なんだか始まるんだって、場所がやるんだって、このクソバカ野郎どもね。だからちょっとね、初日2日目の割りが出たんで確認しましょうねというわけでございます。さあ、いかがでございますか、お客様、準備はよろしいかしら。私は準備 OK よ、いつでもちょうだいみたいな感じになっておりますけども、さあ、それではお耳とお目目を拝借いたします。さあ、それでは番組スタートです、よろしくどうぞ。そういうわけでございまして、改めましておこんにちはのヘビリンザーマスワよ。さあね、新年一発目のですね、配信になるザーマスワね、改めまして新年明けましておめでとうございますね。今年もどうぞよろしくお願いを申し上げます。9年中もね、大変お世話になりました。本年も一つどうぞよろしくお願いいたしますというわけでございまして、さあ一体今日は何が始まるのというわけでございます。さあ、今日はですね、1月の、6日の金曜日ザーマスワね、よろしいザーマス、今年もお丁寧なお言葉でくっちゃべる遊ばせるザーマスワよというわけでございましてですね、今日金曜日というわけでございます。さあ、そしてですね、明後日、1月の8日の日曜日から、令和5年の大相撲の初場所が、これだけヘビリン反対抗議してるんですけども、やるんザーマスって、本当に困ったヤクザたち、ザーマスはね、本当にヤクザ反対ってわけで、じゃあヘビリンヤクザじゃないの、私もヤクザです、そうじゃないザーマスはね、私学校の先生よというわけでございます。さあ、その中でですね、初日と2日目の割が出ました。ですので、ちょっとね、確認をしておきましょう。あともう一つ二つちょっとね、お相撲のよもやま話なんていうのもしてみたいと思うんで、よろしくどうぞねというわけでございます。さあ、初日の割が出たんでちょっと確認しておきましょうね。幕の内の割です。はい、いきますよ、宝富士に千代丸、剣翔に水戸龍、東龍に琴恵光、琴勝峰に一山本、輝に沖の海、千代翔馬に栃ノ心、青山に平戸海、鷹の翔に遠藤、咲ちゃんに王鵬、浦に芸、ね、ここが前半です。後半に入ります。北斗富士に錦木、いじめに種馬、はい、佐田の海に緑富士、ヘズマちゃんに琴ノ若、霧馬山にワッシー、JA に正代、高安に大栄翔、翔猿においっこちゃん、原発野郎に明生、そして SM 野郎とヤクルトくんが結びの一番となっております。これが初日です。はい、そして2日目に行きましょうね。もう2日目の割も出ていますので確認しておきましょうね。はい、2日目行きますよ。2日目の幕内の割です。一応これね、金曜日の1月6日のね、話ですんでね、もしかしたら明日、明後日、または初日にですね、休場者が出れば2日目の割は変わります。ですので、ここはちょっとね、まああくまでも予想ということで確認しておいてください。剣翔に千代丸、一山本に宝富士、水戸龍に東龍、輝に琴勝峰、琴恵光に沖の海、青い山に千代翔馬、栃ノ心に平戸海、咲ちゃんに智翔、そして遠藤に王鵬、北斗富士に宇良、芸ちゃんに錦木、はい、いじめに佐田の海、種馬に緑富士、ヘズマちゃんと SM、そして、明生にワッシー、原発に JA、 大栄に、正代、高安に霧馬山、琴ノ若においっこちゃん、そして、岩崎の弟にヤクルト君ということで終わっております。さあ、そしてもう一度確認をしておきましょう。初日ですね、初日のこの赤い線を引いているところがもう 100%親王朝じゃないの、この豚野郎、この新年早々この野郎と、また怒らすの、このところ疲れんだからって言ってるわけでございますけどもね。まあよろしいざます。剣翔君と水戸君も札付きの親王朝野郎、豚ってこうなるわけでございますよね。それで千代翔馬と栃ノ心、モンゴル五条会、はい、霧馬山君とワッシー君、同胞モンゴル親王朝ってわけで、そして翔猿君とおいこちゃん、これもお金が動くぞ、ドルジおじさんお金をありがとうとこうなるわけざいますわね。よろしいざいます。はい。そして2日目ね、またポッポポッポ変わってうるさいざいます。はい。また剣翔君と千代丸、これも札付きの
親を町ね、阿鼻子君と実家全焼やろうというわけでございましてね、家は焼けたぞ、家は焼けたぞね、全焼で全焼というわけでございます。よろしいざいますわね、この豚。そういうわけでございますね、はい、そして水戸龍君に集まりモンゴル語上会、豚やろ、ちくしょこのおっちにやがれと、そういうこと言っちゃいけません、はい、そしてヘズマちゃんと SM 君はお友達でね、テープで手を縛ったり口を塞いだりしたプレイね、うん、もっとしてちょうだいとこうなってるわけざますね。そして琴ノ若とおいっ子ちゃん、これプライベートで仲がいい、このバカ野郎ってこうなるわけざますね。そして翔猿君とヤクルト君はね、境高校のね、先輩後輩愛通ずね、山田監督どうしたらいいんですか、僕勝っていいんですか、負けていいんですか、勝っていいんですか、勝っていいんですか、監督教えてください、山田です、ね、勝って、勝ってじゃなくて勝ってでしょね、お金を用意しなさいね、岩崎君にお金を渡しなさい、山田ですって、こういうふうなわけでございますよね。そういうふうな親を長、この豚ってこうなるわけでございますよね。このクソってこうなるとか、そういうこと言ってはいけませんというわけでございます。まあこういう形で、初日2日目と割が決まりました。さあヘビリンはどうするかと言いますとですね、まず初日の成績ね、もう毎場所毎場所同じことばっかり言ってて怒られますけど、まず初日の成績が出ますね。どっちかが一緒になってどっちかがいっぱいになる。じゃあ2日目ね、2日目の成績は、1勝同士でぶつけるのか1敗同士でぶつけるのか、いろいろなぶつけがり方がありますね。これも審判の親を長ということで、今場所も成績評価曲線というのを作成していきながら、親を長の確認をしていきましょう。まあお客様の中で、特にレギュラーコメンテーターの皆様の中で、今場所はもう成績評価のね、曲線はいらないよという方がいらっしゃったら、おコメントにてどうぞ。または、ヘビリンと、もう一回ね、成績評価曲線を作っていくと面白いんじゃないのというお客様もいらっしゃったら、どうぞおコメントにてどうぞ。ご希望の方はおコメントいただければ、ヘビリンは、何です、成績評価曲線を書きながらですね、お相撲が親を長だということを立証してまいりましょう。ね、そういうわけでございます。さあそしてですね、何があったのかしら、お相撲よもやま話というわけでございます。さあまああれですね、まず一つはあれでしたね、一ノ城くんね、三浦くんね、あのセルライトちゃん、モンゴルセルライトちゃんが、ほとんどお咎めなしということで、一場所の謹慎処分という形で終わってしまいましたね。まず一つですよ。でこれはなぜかというと、部屋にとってはいいですね、米びつといって唯一の関取、お金を引っ張ってこれるから、港部屋の方も何ですか、首にするわけにいかない、首をすると部屋にお金入ってこなかったら部屋潰れちゃうってことですね。でまあモンゴルの場合は一つ言っておきますよ、一体誰が、まあ前回のね、あの年末のやつでお話ほとんどしてますけども、あの一ノ城くんはね、あのあれなんですよ、モンゴル相撲利権にどっぷりハマっている人ですからね、あの石浦校長、池口恵観先生とかですね、あもう本当にね、相撲賭博のヤクザからいっぱいくっついてるわけでございます。ですのでそう簡単に首にするとですね、相撲協会の理事たちが今度命狙われるんざますわよ。おっかないざますわね、あそこはヤクザざますからね、そこのヤクザにいつも凱旋でね乗り込んでいっているヘビリンは一体何なのって、私はただの気違いよってわけでございまして、 Oh no crazy man ってこうなってるわけで、まあ、それ別にいいんですけどもね、はい、そういうわけでございましてですね、一ノ城くんはもうね、あさっての方向に行っちゃったというわけでございます。はい、そしてね、今日のちょっとね題材にしたいと思います。あの井筒親方、まあ元井筒親方なのかな、元関脇豊ノ島さんのですね、井筒親方が1月4日付で相撲協会を退職されましたということで、これは一体どういうことなのよと、ヘビリンが話してねと、こういうふうになってるわけでございます。でも簡単に言うとですね、まあ一体何があったのかしらというふうになるわけですけども、もともとですね、この方はですね、錦島というですね、名跡を持ってました。持ってたんですよ。で、ところがですね、自分の部屋で稽古中にですね、アキレス腱かなんかをやっちゃいましてね、なんと残念ながら、幕下に落ちて取り敵になってしまった。でその時に、まあ、博打の借金もあり、または生活もあるわけですね、女房子供がいるわけですから、その時のお金が必要になったので、この錦島という名跡、年寄り名跡ですね、名跡とも言うのかな、
モンゴルの浅瀬気流ちゃんにですね売っちゃったんですね。でこのお金どこから出てきたのかっていうと、ドルジおじ様ファン太郎というファン太郎からのお金が出てきてですね、ファン太郎と浅瀬気流君はですね兄弟分みたいなもんですからお金出してもらって買っちゃったと。そして、まあ、豊ノ島君お金がもうお金は手に入ったけどももう名跡はないよという形で、まあ、結局引退をしてですね、井筒という名跡を借りていました。じゃあこの井筒という名跡はどこにあるのですかというとですね、ここでちょっと Q&A のお話をしましょう。じゃあまず一つ年寄り名跡のですねクエスチョン1、ね、年寄り井筒の正式の所有者は誰なんですかっていうとですね、これもうアンサー1、ね、元坂鉾の遺族です。現在の規定では親方が亡くなった場合はその遺族が、年寄り名跡を最長で3年保有できます。その間に年寄り名跡の譲渡者を決める必要があるんです。ではクエスチョン2、ではその正式な所有者が返還を要求したら豊ノ島は問答無用で返さなくてはいけませんか、それとも豊ノ島の方から何らかの権利はありますか。アンサー2、年寄り名跡を貸す時の条件の有無次第と思われますけれども、返還の要求を断ることはできません。過去の例では以下のようなことがありましたね。貴乃花一門の音羽山名跡ってなりましたね。はい、工房とかねあったんですね、そのところのお話は、私のですね、YouTube のですね記事に書かせて、コミュニティ記事の方に書かせていただいてますので、まあ、お読みいただければいいと思います。工房とあとあれですか、大野松部屋の関取が引退した後に部屋の名跡を交換しなきゃいけない、または譲渡しなきゃいけないということで借りていた工房は貴乃花に言われて、その名跡をですね、手放して、教会を去らなくてはならなくなったということがありましたね。でこれがですね、仮株の更新ができなかった退職の理由、ね、これ豊ノ島の場合はですねそこじゃないんですね。まずいいですか、博打の借金で浅瀬切りに売却、そして井筒は娘向こうの島の海へ、部屋ももう完成しています、ね、そしてタレントへ、この部屋も完成というのはこの井筒部屋、この島の海が継がなきゃならないっていうですね、島の海の娘っていうのは井筒の、井筒が先代の坂鉾の娘、宝塚とかどこかにいたですね、なんか足の短い、いやそういうこと言っちゃいけませんね、そういう方 のとっても素敵な女性の方でいらっしゃいますね。芸名は忘れました、大変失礼いたしました。でもね部屋も完成しているんだそうです。ですからでも今島の海っていうのも重量に落ちてガッタガタっていう場合ですね、親お帳も効かなくなった、ね、お注射も効かないということでですね、そろそろ引退しなきゃいけないわというわけになっています。ですので井筒の名跡返してねってこういうふうになったわけざます、ね、よろしいざます、まあ、多分2023年年中に島の海引退するんじゃないですか、ね、そして、まあ、話はちょっとね、スライドして元に戻りますけども、仮株の更新ができなかったのが退職の理由です。でも豊ノ島さんの場合は問題はそこじゃありません。はい、今から12年前、豊ノ島は八百長問題でクビになった下大鳥、時津風部屋にいましたね、下大鳥から錦島を取得していました。で錦島はその後浅瀬気流が襲名し浅瀬潮の手に渡ってますね。大ちゃんと交換してますね、錦島と高砂を。して今浅瀬切るというのは錦島から高砂になって、なんとモンゴルが高砂一門になっちゃったってわけになってございますね。では豊ノ島に関してはなぜ名跡を手放したのかという方を追跡すべきなんです。ここをマスコミの方はただタレントになって頑張れって言う、そうじゃないです。なぜ名跡を手放したのか、ヘビリン言ってますね、博打の借金と生活苦で、浅瀬切るに売ったんだよってこと言ってます。これよろしいですね、確認しておきましょうね。では真実をお話しましょう、ね、よく言われる謎の錦島売却、豊ノ島が博打の借金で名跡、錦島をモンゴル浅瀬切るに飛ばした悲劇でございます。その後浅瀬切るは大ちゃん高砂と名跡交換で高砂になって、高砂一門もモンゴルに乗っ取られたってことです。今話重複してますよ、ね、で後ろにはファン太郎ちゃんがいたんですね。これはそうなると、ね、豊ノ島君の自業自得というわけでございましてですね、そして島の海くんは2023年内に引退しますね。貸し出しができない状態になるから退いてもらうという形になるんです。というのはいいですか、島の海くんは2023年に引退します。そうすると娘婿の関係ですから、はい、井筒を継ぎます、継承します、ね、いいですか。相撲っていうのは別に今これ相撲家業ですかね、特にこの福園家、井筒だとか あと四頃山なんていうバカ兄弟、あそこはもう相撲家業ですからね、なんて言ったって元をたどっていけば明治時代の横綱の西の海蛾次郎にぶつかるんですから、ひいおじいさんだかなんだかになったら、あそこずっと相撲家業やってるんですね。お父さんはね、つるっぱけの鶴ヶ峰とかっていうバカ相撲取りでしたけども、ね、そういうわけで、まあ、バカ相撲取りとかって言ったら怒られますね、ファンの方に。と、申し訳ございませんざまさよってわけでございますね。はい、そういうわけでございましてですね、はい、
まあ、そういう形になりまして、まあ、後ろにはドルジ、ファン太郎ちゃんがいてお金を出してくれて、高砂一門乗っ取ったというわけでございます。ね、いいですか、今は、ね、高砂一門乗っ取れ。そして、まあ、そのうちですね、多分時津風部屋もですね、この調子でいくとね、ガッタガタになると思います、ザーマスだよ。ね、そして時津風部屋も、なんだか知りませんけど、気づいた時には一門がなくなって、ね、伊勢ヶ浜一門かなんかに入られちゃって、そしてなんだか知りませんけど、白鵬ちゃんが乗っ取っちゃったなんてことにならないとよろしい、ザーマスけどもね、ヘビリンなんかちらっと小耳に聞いてるザーマスだよ。ね、そのうち話がまとまったらお話しするザーマスはね、もしかしたら場所中にお話しできるかも。ね、お丁寧なお言葉でおくっちゃべる、遊ばすザーマスはね、私おかまでないザーマス。まあ、そうしますとですね、今度、豊ノ島さん本人の SNS にタレントになると発表して、所属事務所は個人事務所、オフィス豊ノ島ってですね、なんかオフィス根性って白鵬ちゃんのところだったんじゃないんですよ。なんて言ったって、近藤君がお金持って飛んじゃいましたから、2億だか3億だかのお金持っちゃって、まあとんでもないお話ざますけどもね、というわけでございます。いかがでしたでしょうか。これが今日のお相撲よもやま話になります。もしですね、まあ、ちょっと時間の関係上つらつらと、かなり端折ってお話をしてしまいました。ですのでわからないね、ヘビにここわかんないぞ、豊ノ島と井筒と錦島の関係のその明晰のことがわからないぞという方がいらっしゃったら、おコメントにてどうぞ、わかる範囲で、お答え申し上げます。またですね、私の方のブログのですね、メッセージの方にも送っていただけるとですね、きちんと返信をさせていただきます。ですので、特に、きちんと私のメールアドレスを知っているレギュラーコメンテーターの皆様はですね、ちょっとヘビにわからないわ、何言ってるの、ちょっとママみたいな感じになったらですね、ママは教えるわよ、ママはもう手取り足取りもう何でも教えるわって、こういうふうになるわけなんですけどね、私はゲイではありません。大丈夫ですね。私は男ですよ。私は女が好き。ね。男で男が好きってそういうわけではありません。というわけでございますね。よろしいざます。さあ、そういうわけでございまして、いかがでございましたでしょうか。新年一発目の配信。ね。一発目も二発目もとってもいいわって、こう、そういうわけではありません。よろしいざますよね。誤解をなさらないようにしてください。私はホモではありません。ゲイでもありません。バイでもありません。ノーマルでございます。というわけでございましてですね、さあ、2023年ね、また明後日の日曜日から、私が、お時間の許される限りですね、また初日からですね、お相撲の配信をさせていただきますが、まあ、もう聞きたくないよという方がいらっしゃれば聞かなくて結構です。まあ、お手すきの、ね、皆様でね、まあ、ちょっとね、こういう配信をね、聞いてもいいかなという方がいらっしゃったら、どうぞお立ち寄りください。いつでもウェルカム、歓迎いたします。それではですね、まあ、新年早々ですけどもね、今日のお話はね、これにて終了、今日の講義はこれにて終了いたしましょうか。それではね、ご挨拶しておきましょう。新年ですからね。はい、川原さん、新年明けましておめでとうございます。9年中は大変お世話になりました。今年もどうぞよろしくお願いを申し上げます。お元気ですか。お正月お餅いっぱい食べました。おせちいっぱい食べました。ゆっくり横になって体休めました。寒いでしょ、ね、肩こりね、気をつけてくださいね。肩こりとか腰が痛いとかね、いろいろあるざますから、気をつけるざますわよ。あんまり痛かったらね、ぜひね、うちの嫁のところの病院に行ってみてください。うちの嫁は一応整形外科医ですからね、なんだかんだ治しますよ。治すっていうか、別にマッサージするとかじゃないですけどもね、西洋医学的な感覚でやると思います。ぜひ、お立ち寄りくださいというわけでございます。その次ですね、松千山様、明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。9年中大変お世話になりました。ありがとうございました。このような形で、豊ノ島、元豊ノ島井筒親方の退職というのがなっていったということでございます。まあ、うっすらとね、博打の借金でっていうのは皆様ね、ご存知だったと思いますけれども、まあ、もう一度振り返ってみて、ヘビリンが解説をさせていただきました。松山様、明後日からヘビリンまた15日間やらせていただきます。まあ、もしお手すきで、この寒い中ですけどもね、お手すきであれば、ぜひ、15日間お付き合いいただけたら幸甚です。よろしくどうぞお願いをいたします。はい、TK 様、新年明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。いつもコメントありがとうございます。嫁の実家ですね、嫁の実家がですね、あれ築200年なんです。江戸時代に建てられています。まあ、もちろん改築してますよ。そのままだったらとてもボロボロになってすみませんから、ね、いろいろ手直しして、まあ、俗に言う、まあ、リフォームって言うんですけどね。ただ都のですね、重要文化財に指定されてますんでね、あれをなお改築するのも大変なんです。都議会の許可が得ないと勝手に直すと怒られるんです。ですからエアコン一つつけるのも大変なんです、実は。
いや本当ね、笑い事にならないみたいですよ。維持しなきゃならないって、だって本こっちが維持してるのになんでお金かけてこっちが直してるって、逆にね都の方からお金出してくれってね、私のねその義理の父がですね、都庁にね言いに行きましたらね、先生それはちょっと無理ですよって、都のね重要文化財でありながらも、所有者が、きちんとねお金を出してくださいということでですね、私の義理の父はですね本当にね病院売らなかったら本当この家維持できなくなるなんて笑ってましたね。まあ戦火を免れてですね、焼け残った家なんだそうですけどもね、もうとっくの前にみんな亡くなってるって、もう何ですか、代々木の奇跡って言われてるみたいですけどもね、まあそんなことで、まあとにかく今年もね相撲始まります。TK 様どうぞお付き合いいただけたら幸甚です。よろしくどうぞお願いいたします。はい、そしてですね、森子先生、新年明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。申し上げます、9年中大変お世話になりました。今年もねぜひお付き合いいただけたら幸甚です。相撲始まります。またいろいろとコメント貴重なですねアドバイスをいただけたら幸甚です。それでですね、森子先生のご連絡先、確かに確認させていただきました。後々ですねちょっと一つ例のですねその信者ビジネスっていうんですか、これはもう宗教に限らずその政治だとかいろんなもありますよね。そういうねちょっとね信者ビジネスについて、ちょっとね私もですね森子先生にですねちょっとお伺いというかご教示いただけたい話があるんです。こういう件があって、こういうものを見てるけども、多分森子先生もね、ご覧になっていただいてると思うんですけどね、これについてどう思われますかと。一体どういう価値観の中でそういう人たちが動いてるのかなっていうね、ちょっとね、ヘビリーもわからないんざますわよね、そういう人たちの感覚が。ですからね、ちょっと森子先生のお知恵をですね、拝借できたらなと思っておりますので、よろしくどうぞお願いいたします。また、15日間お相撲、お付き合いいただけたら幸甚です。はい、そしてですね、マサピーママ上よ、明けましておめでとうございます、ザーマスザーマスはよって舌噛んじゃって痛いわっていうわけでございますけどもね、9年中大変お世話になりました。ね、マサピーね、メールの方でねご連絡先ありがとうございます。確かに頂戴いたしました。マサピーの方のご連絡ザーマスけどもね、大学の方の私の勤務先の方の学生たちのですね卒論の発表会が終わってですねちょっと一段落ついて、それからご連絡差し上げたいと思いますので、もう少々お待ちください。はい、それではですね、また他にもですねたくさん、おコメントいただいております。コメンテーターの皆様、貴重なコメントいつもありがとうございます。時間の関係上、ちょっと割愛をさせていただきますことをひらにひらに今年もお許しください。また皆様ね、どうぞ本年もよろしくお願い申し上げます。そしてですね告知させていただきます。明日の7日、夕方の4時16時からですね両国国技館前にてですね、大相撲初場所開催反対要求および、相撲協会公益、剥奪要求凱旋を行います。約1時間ぐらいになりました。本当は3時間ぐらい、お昼の13時から3時間ぐらいの予定だったんですが、公安の方でお許しが出なくてですね、もうなんか夕方の4時から5時16時から17時の間でなら、くっちゃべっていいよってわけでございまして、お話をさせていただきます。時間がとタイミングが合えば YouTube にてライブ配信いたします。でなければ録画をしてですね配信流させていただきますので、まあ後々、夕方にでも見ていただけたらと思いますし、場所は両国国技館前、またはですね公安の方の指導からによって両国駅前になるかもしれません。 JR 両国駅前になるかもしれません。ですので、まあ辺の近辺で、わーわー騒いでるのが私だと思っていただければ幸甚です。まあ見学自由でございます。もちろん、お金なんか一切取りません。そして私はですね信者とかそういうのいませんから、そういうビジネスもしません。聞きに来たらなんかお金取るとかね、なんかねヘビリンのねなんか T シャツを買いとかってそんなの全くありません。残念ながらね、私そういう商売機一つもありませんね。ですのでね、あいつがヘビリンなんだなと思ってですね石をぶつけるなりですね、何ですか拳銃向けて撃つなりですね、どうぞご自由になさってください。まずあんまり拳銃向けられてですねズドンと撃たれてですねどっかの安倍ちゃん見たくなるとちょっとシャレになりませんけどもね。まあそういうわけでございまして、よろしいざますかね。そしてですね一つまた忘れました、小用手先生ね、いつも貴重なおコメントありがとうございます。新年明けましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願いいたします。お相撲始まるざます、お付き合いくださいね。というわけでございまして、今日の講義はこれにて終了、各自解散というわけでございまして、エンディングに入りたいと思います。はい、エンディングでございます。
花田勝氏がってまたこれやってるわけで、そのアホみたいにやってるわけで、今年もどうぞよろしくねというわけでございます。花田勝氏がこのなんだか知りませんけど、なかなかこいつらやめない。だけど考えてみてください。多分ね、2月に収支決算やると思うんざますけども、多分相撲協会の余剰金が250億ぐらいになるんじゃないかなと。そうすると大体年間人件費だけで50億ぐらい使っていて、相撲協会今年は多分30億ぐらいの赤字になるんじゃないかと。まあもし最悪50億ぐらいの赤字になれば、5年おきぐらいになった時に、5年後ぐらいに、余剰金がゼロになると、相撲協会内閣府に泣きつくんじゃないの、公的資金流入されるんじゃないの、その時に国民黙って見てていいのか、大丈夫かっていうわけになると、その時だったらヘビゾウ本当に突っ込むぞ、体張って突っ込むぞ、体張って命かけるぞというわけでございましてですね、相撲協会解散せよ、相撲協会をぶっ倒すってこうやるわけ、ザーマスはね。だから5年後ぐらい、ザーマスはよ、相撲協会がいよいよ泣き入れるの、ね、それをちょっとお客さんも見ておきましょうね。よろしい、ザーマス、ヘビリンの言ってることは外れる、まあ外れる、ザーマスはヘビリンなんかどうせ嘘つきおかま、ザーマスはおかまおかまって、私おかまじゃないぞ、私男ザーマスはよ、よろしい、ザーマスというわけでございましてですね、まあ多分5年後泣き入ってくんじゃないですか。余剰金がもうだんだんなくなってきますから、そうすると彼ら食っていけなくなったら、もう彼ら絶対自立できませんから。というわけでございまして、ね、いいお時間になってまいりました。今日の講義はこれにて終了、各自解散というわけでございます。また私が殺されなければお会いいたしましょうね。今年もどうぞよろしくお願いしますというわけでございまして、皆様ごきげんよう、さようなら。